虫ちゃんお前も帰ってきたか家にクソ野ろ。てかさ初めて初めてこんなことあったんだけど今日の夜に俺ねあの配達依頼かけててあの夜7時から夜の9時に配信機材届く予定だったんだよだったんだよっていう言葉でまたあーってなるかもしれないけどそうなんだよ 11月14日の夜7時から夜9時に配信機材をあの配達依頼かけてたんだよ。で、どんな配信機材かっていうと、あの、レンズね。スマホで配信するときの魚眼レンズ。買ったじゃん、配信中に。新品を、その、遠征に持ってから、おろすから、またストック買わないといけないよね、つって、たっけえあの、健康のレンズ買ったっしょ。2個ぐらい。 そう。今安く、アマゾンで安くなってっから2個買うわ、っつって買ってやんか。で、買ってんで、それが、なんか14日の今日、夜届けようってやったんよで、代引きにしとったんね。で、2個で5600円ぐらいなんやね。そうそう。で、まあまあ、あのー、こっちもさ、あのー、揃えて出せれば5600円用意して待ってんだけど、あのー、まあ、き今日、名古屋から帰ってきたってのもあって、まあ、財布のお金も、万札、万件しかなくてさ、千札なかったんよほんで、1万円と、 560円持ってて、ほんで、あの、お釣り5000円出るように、まあ、作っておったよね。そしたら、あの、夜7時から9時に、ヤマトの人が配達に来るのよ。かいきなり謝られて、ほんで、あの、え、なんやろなと思ったら、なんかすいませんとか言って、あの、今日お釣りを忘れてきちゃいましたみたいな。持ってないって言うんだよ。うん。あの、足りないとかのレベルじゃなくて、なんかお釣りを忘れましたみたいな。 その事務所にお釣りを置いてきてしまってるから、代引きの対応ができないんですけど、今日じゃないとダメですかって言われて。え <laughs> 俺あまりに驚いて、え、ちょっと今日じゃないとダメですかって、いや、今日配達の依頼をかけてるわけだから、それは今日でしょって話じゃん。<laughs> いや、今日じゃなくていいんだったら、今日別に依頼かけてないわけじゃないですか。 日時指定して、あのー、日時指定して持ってきてって言ってんだから、基本今日じゃないですか。で、今日じゃないとダメですかでまあ、今日って依頼かけてても今日じゃないこともあるし、今日じゃなくてもできるかもしれないけど、今日じゃないとダメですかっていう聞き方は、ちょっと違うんじゃないかって俺思ってて、 まず大変申し訳ございませんっていう、本日、配達依頼、えかけられている、配達物、宅配物ですが、えっていう話から来ると思うんだけど、今日じゃないとダメですかねとか言って。なんかもう、次また持ってかなきゃいけない荷物が自転車に大量にあるから、もう早く行きたい感じなんですよ。そわそわしながら。いや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 、みたいな。その、配達しなきゃいけない時間はこっちにとっちゃ関係ないし、なんなら、 ねそれは他にももっと運ばなきゃいけないものあるから、早く行きたい気持ちはわかるけど、早く行けなくなってる理由は、あなたじゃないですかって話じゃん。お釣り忘れてくるから、あの、話すことになっちゃうわけで、こっちは別に、1万と560円用意して、なんなら5000円切りよく返せるように、あの、してるわけよ。で、なんなら、こっちも余裕ありゃ、確かに5600円ちょうど渡してあげたい気持ちもあるし、あの、そういう日ももちろんいっぱいあるのよ、俺の中でもね。ちゃんとありゃ渡すけど、 こっちもまあギリのギリで帰ってきててやってるからまあないよねこっちだってぴったりあるとは限らないからそれでもまあお釣りが返しやすいように小銭は揃えて待ってるわけですよなのにあのー、今日じゃないとダメですかねとかって言うからえどういうことって聞いたらいやすいません今日お釣りを事務所に忘れちゃって代引きの対応ができないんですみたいなぴったりだったらできるんですけどお釣りが渡せなくてどうですかって言われて いやうちもないよっつって今1万円と560円しかないからって言ったら「ああ」みたいな感じでその場でもう黙ってそのアマゾンの箱のその領収書のシールついてるじゃないあれをなんか半分ぐらいまでめくっててこう指でこう「ああそうですよねー」みたいな「いや領収書チネったって金は出てこんぞ」って話じゃんねえ領収書チネったってさ出てこねえじゃんそんな,なんかそうですよねみたいなもう向こうはもうこっちは何もできないから みたいな感じなのよ。いやいやいや、こっちも何にもできないよって話じゃん。え、なんで俺がなのっていう話じゃん。いや、むしろ向こうは他にも代引きの商品ないかとか確認しろよって話じゃん。ね他にも代引きとかあって先に代引き回ればお金入ってくるわけだから、なんならすいません、時間ちょっと遅れるかもしれないですけど、最終便でもう一回お伺いさせてもらってもいいですかって方法もあるじゃん。他にもだって届けるものがあるわけだから、 届けてったらお金が入るかもしんないわけじゃない。可能性はあるわけじゃん。そういう確認だってしてくれたっていいじゃん。ねすいません、ちょっといいですかみたいな。それでも、もう、うち以外代引きがないってなれば、話は別だけど、ただ単に今移りないから、みたいな。どうしますみたいな感じなのよ。いや、どうしますってもう、じゃあ俺が今日じゃなくていいですって、言わないとどうにもならないじゃんって話じゃん。だったら向こうから、 すいません。今日はどうしても釣りがないので、後日ご対応いただける日はないですかって、向こうから言わなきゃいけないじゃん。向こうから。それを黙って、人ん家の玄関の前に立ってて、領収書ちにってんすよ。<laughs> 言い出さないんですよ。向こう側から。いやいや、こっち客で、お前が言うんだぞっていう話なのに、なんか、こんな風に感じで、女の人なんだけど、い,いつもの人と違うんですよ。 いつもの人だったらそういうことないんだけど、いつもの人と違って、なんから知らない人なんだけど、忘れな同じ人で。知念ながら、いや、なんか、ないんですよねー、みたいな感じで。で、しかも、なんか、もう会社にクレーム入れられたくないのか分かってんだよ。入れられるかもしれないって。だから、私が悪いんです、とかって言い始めるんいや、あの、事務所とか会社とかじゃなくて、私自身が忘れたのが悪いんです、とかって言って、いや、当たり前だよって話なんですよ。そう。だから、なんか保険かけてくるんですよ。保険を。なら、 あとから、クレームとか入れられて、会社から怒られたら嫌じゃんか、その女の人も。だから、なんか私が悪いんで、みたいな。うん、当然ですよっていう。いや、言わなくても分かってるよ、みたいな。そんな当たり前じゃないですかって。会社が悪いわけじゃねえよって話だけど。でも、あんたが悪いのは所属してる会社に言わなきゃいけないこともあるよねっていう話なのに、多分、入れられたら困るから、いや、会社じゃなくて私が、私の不備なんです、とか言うけど、うん、分かってるよっていう話じゃん。<laughs> そうそう、それそうだ、みたいな。うん、別に君が改めて言う必要はないよって。 めちゃくちゃゃくかかってるからみたいなでも君の不備は会社にね会社の不備でもあるし会社に言わなきゃいけないこともあるから君が自分から私の不備ですって言ったところでどうこうなる話ではないよって話でそうでしかもそれを私の不備ですって思うならどうしてほしいかはあんたが言えよって話じゃん結局ないんだからあなたもないしこっちもないわけだからどうしてほしいかはそっちが口を開けて言うべきだしお客様はこういうふうに答えをいただけませんかって言わなきゃいけないじゃんなのに言わないんだよそう んで、もうあのー、俺が、あのー、じゃあ、後日にしますって言ったら、なんか、みたいな感じになって、本当ですかみたいな感じで、なんか待ってましたーみたいな感じでさ、向こうがさ、ニコってすんの、ちょっと、ちょっと似合ってきて、すいませんーみたいな感じで来ると、くっそーあら、その、なんか、やっと言ってくれたみたいな感じで、ですよねみたいな、そう、あそうですかあーみたいな感じで来るのうざーみたいな、なんだその態度みたいな、そう。 だけど、まあ、あのー、台引きで値段も頭に入ってたんで、あ、魚眼レンズだなと思って魚眼レンズあるし、まあ、魚眼レンズも別に、ね今日じゃなきゃダメってこともないから、まあ、対応できるものだったらこっちとしても、本当にどうしても今日欲しいっつったら、もうなんか、意地でもなんかその辺で金作ってくるかって感じだけど、こっちが逆に、ね、ないっつうんだったら。でもまあ、 あの、今日の今日ってものじゃないんで、ね、しかも、ね、あの、明日はまたちょっと出る理由が、出る、あの、お出かけする理由もあるし、家いないかもしんないから、 あのー、じゃあ、月曜日でいいですよ、みたいな。したら、本当ですかみたいな。会社の方には、こちらから月曜日に再配達、あのー、できるように、あのー、手配しますんでと。当たり前だろ、こんなもん、みたいな。なんで俺が再配達依頼かけるなんて。おめえの文なんだから。そりゃ会社におめえの方から再配達の依頼かけるのは当たり前の話だろ、って話なのに。こちらの方からしときますんで。みたいなことを、ドヤ顔で言ってくるの。なんじゃこいつと思って。そう。あ、と思って。しかも、思えば、ピンポンしないんだよ。 だコンコンだったんだよワンチャン不在を狙って不在をぶち込む気満々だったかもしれないピンポンがなかったんですよ家のノックだけど俺配信してないじゃんだから配信してたら多分気づかなかったと思うでも配信してなかったから家のノックももう俺一人しかないし静かだから聞こえちゃうじゃん玄関のノックぐらいそうだからあっと思って「はーい!」って言っても向こうって感じだったんだよだからうわっいたって多分思ったんやろうね そう俺があの寝てたんだけど「うわー!」みたいなこと言ったのそしたらでも向こう「シーン!」みたいなしててほんで玄関ガチャだけっ,ちゃってあげたら「ヤマトです」みたいな絶対狙ってたこれはもうたらればだけど狙ってたと思うけどね俺はねクレーム入れろうんまあ今日機嫌いいし入れないわうん機嫌悪かったらクレーム案件なんだけどまあ今日は機嫌いいからね いやでも、なんか、よっぽろ内容じゃねえと、それで苦情入れて、なんかその人の仕事がどう行って飛ばされたりとかしたらかわいそうだなと思っちゃって。そう、だってさ、しかもさ、夜の7時、や9時にさ、ね、江戸時代の馬車車みたいな馬鹿でけえチャリをさ、ゴリンゴに言わせながらさ、こぎまくってさ、荷物届けてんだよ。んなんさ、仕事内容としてはさ、ちょっと知らないけど、マトのそういう宅配関係は知らないけど、ま、言って仕事、 山田の中ではちょっとペイペイだと思うのよ俺の,俺の中ではね夜なんか誰もやりたくねえじゃんチャリンコのってだから多分入ったばっかの人とか訳ある人たちとかが結構やってんじゃねえかなって勝手に思ってんの俺の中ではねうんそうだからなんかそこでさあのー、なんか電話してさ何か言ったらさねえ大変じゃん